うんちとか出てないんじゃないのか。うんちとかずとか見てますどっか。私は下痢をしばらくずっと起こしてて。え、下痢、うん、で、こっから、うん、で、今日見たら、あの塊に焦げ茶色の塊になってたって。でもこれ便4個、うん、4個しか見つかなかった。昨日はそんな数えれない。下痢してる時はもう数えれない、うん、危ないよそれめっちゃ。もうほんと全然もう、あ、いいですよ、そのままで、すいません父ちゃん、飲まない分視野も大きくなっちゃって、目がもう見えなくて見えないというか、閉じちゃってさ、目が閉じてるのはさ、具合が悪いからじゃないの。うん、だと思うんですよ、ね、43、はい、43、体重めちゃくちゃ減ってますね、うん、そうか、これずっとつけてるわけね、落ちても体重は上がってるわけだもんね、うん、ここまではついちょっと前までは60ぐらいあったんだよね。急激にちょっと30度近く続いたんですよ、暑い時が。あで、ケージの中の3階のところに出たくて、あのこうカミカミしててこう右目を打ちつけてはいたんですよ。ここさ、ちょっと測ってないけどさ、こう57、57、50だもんね。こうなんか一気に下がっていっちゃったんですよ。ですよね、うん、大体60ぐらいあったんだもんね、うん、急激に。え、ここで、ここは暑かったのかな。でも一応この温度は28とか27って書いてあるけど、うん、これって朝エアコンつけた後ぐらいはこう、あのでも30行く時もあったんですけど、でももう1歳と7ヶ月ぐらい、1月13日なんで、確かに2年半過ぎるとシニアだとは言いますけどね、うん、目だけが変わりそうで、ちょっとさ、もうあの目のこともあるけどさ、体重がこんなに急激に落ちちゃうと命が危ないですよね。はい、ごめんね、ちょっとだけね、ごめん、目薬しようか。はい、何にしよう。要はさ、ご飯が食べられないとさ、免疫力が下がるから結膜になりやすいんだよね。でもこの子ってどちらかというと左目は下にいたら爆粒子ってしこりがあるからさ、余計なりやすいんですよね。うわ、こっちはすごいことになってる。見えますよね。うん、うんじゃってる。ちょっと中田さん、ちょっとごめん、目開けるから点眼してたっぷりワンクリーン、こっちもっと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 、 OK、 ストップ。よし、もう一回、すいませんね、目開けるから、はい、よし、 OK で、今度お風呂着たし、両目よいしょ。今ちょっと目洗いましたからね、こっちもね、いいよ、頑張れ、よし、びちゃ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 、とりあえず今、はい、でこのサイズ測ろうと思ったんだよね。危ないな、流動食料作って1 20 19。はい、ごめんね、前のさ、前この子にさ、うん、あの流動食の粉出したじゃないですか。それ食べさせてもらいました。それを自分で食べるんだけど、も流動食でやったんですか。先生からいただいた注射器みたいな、はいはい、あれでちょっと 1g ぐらい水に入れて、ええ、まあ、食べないぐらいの柔らかさにして 0.2 とか 0.3g ずつ3回ぐらいに分けて、あ、分けてやってます、はい、今からでもブロッコリーとか、はい、で目を若干見えた時はブロッコリーとかを自分で食べてて動くようにはなったんですけど。了解です。ちょっとこれもうすごい脱水して危ないからさ、はい、今から点滴しますね。あ、そうか、抗生症者60の1分、それは外して、うん、で、ほっかけて、開けて、はい、で、バイタルカルシャン、リンピナ、リンピリッチ。お家に目薬はもうないですか。ないです。はい、あのね、
2種類出していいです、はい、目やにが出てたらこれ、目やにがなかったらもういきなり高速にさせてみる、はい、これでもう何滴も何滴も読んで流してください、はい、目やにがあるのに高速にさせてみる、これが左目、そうそう、うん、左目が目やにがたまるみたいだから、はい、ただ一人じゃ難しいよね、一人あの持って目開けてでもう一人の人にやってもらわないと、一人で全部やろうと思うとなかなか、うん、まあやれんこともないかもしれないけど難しい、ちょっと自分の下に行ったら自分の下に上げてみて、自分の下に置かんかもしれないからさ、もしかしたらこちらから来ていいよ、どっちでもいいけど、リセットしていいんですか？リセットしてる。ごめんね。いや、ごひょ。あ、全然口動くじゃん。動く？あ、動くか。リセットしよう。